よし、いつでも OK です。すいません、あの何かあればテキストの方に書いていただければどなたか拾うと思います。ボイスチャットテキストですね。はいはい、お願いします。じゃあ行きますよ。お願いします。5連打ということで、じゃあこれ、何番からいきますか。何番からいきますか。低い順からいきますか。7からね。7から。9回なんですよね。ラッキーセブン最後。じゃあ7からいきます。多分レジェンドがいっぱい出るんですけど、先に謝っときますね。あ、ありがとうございます。じゃあ、いきます。まず、まあ最低でも1ミスぐらいは出てくると思うんですけどね。これね、これですね。うわ、なんか微妙。顔は良さそうだけど炎系がないでしょこれ。よし、次行こう。次、じゃあ次12お願いします。はい、レジェンドぐらいいいんじゃない。1個ぐらい僕のやつはね、王子あれですよ、なんか聞きたいなんかパーツ、これ何とか。あ、ちょっと一応ガチャの後にやらせていただこうかなって。なんですか。だだだだだだだ、これはだだだだだ。安心してください。あ、早い早い、今回安心してください。やばい、ドラムロールは後でつけます。あ、なんか、あ、でけえ、これね、なんかすげえ、ちょっと待って、なんかすごい、なんかすごい、レジェ2つ。うわ、えぐい。これはやばい。これキーパーウェイですか。いやー、これは 3BNB ぐらいで売れそうだな。もう今日はこれでなんか元取れたっぽい。ちょい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 。じゃあ次19が最後って言ってましたね。はい、僕19歳なんで。え？え、今皆さん誰か突っ込んでください。ダブリはダメだって言ってたやつじゃん。え、ダブリオッケーって言ってませんでした。言ってました。あ、オッケーだったんですね。うおー、ミスツイッターと違うってことですよね。ミスティック来ましたね。しかも顔炎で相性が良さそうなやつがあった。あ、これでかい、これ熱い、やばい、これもこれもいいぞ。どこですかこれ。攻撃力でかい、熱い。紙引きしてきたの、紙引き。よし、次行こう。気分良くなってきた。いや、ドッペル探してたんですよ、実は。まさか、まさかこんなところに隠れてるとは。ドッペル欲しかったわ。ドッペル。もう一個行きましょう。さっきのがドッペルですか？さっきはドッペル出たんですか？あの、頭が四角い氷みたいな2個つけた。ああ、はい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 。2回攻撃できるやつです。次の。あ、次の。でも19番ドッペルも入ってますよ、もう一丁。あ、ミスティックもついてるかもしれないですね。まあ一応つけときましたね。さすがにドッペル2枚引いたら1個はギブアウェイですよ。さすがに。フロアで出すんで早押しみたいな。あ、もう一個いきましたよ。まあ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 いいですね。あ、そのセミで最高ですもんね。でね、アドベンチャー向きですね。これアドベンチャー向きです。ラストいきましょうか。19歳の王子を祝して、あの、いきますよ、王子。ありがとうございます。きっと王子がいいの用意してくれてんだろうな。任せてください。早っ。来たね。なんか微妙な感じ。ちょっと見なかったことにした。ああ、そうっすね。ここカットで。ちょっとなんか順番変えて、なんか最後がうおーっ
ドッペルだなみたいな方がちょっと面白いけど。うん、よし終わり。1個も持ってるんですよ。あ、もう1個入れるんですか。そうなんですよ、1個がオリジンの。あ、もうそいつはもうパッと見て前衛って感じですね。はい、血まみれでしたっけこれ。はい、一番、あー、いやこれは後ろでもいいのかもしれないでもこれ強いやつですよね。強いです強いです、攻撃は強いですね。で、その顔は2ターン目にフィールドが20自動的につくんで、自分が2ターン目に。はい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 。なので一番後ろだと結構もったいない感もある。なんか、まあ難しいですよねこれ。攻撃が強いから後ろの方がいいんですけどはい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 。もうこれで僕がバチッとこう強い攻撃のやつを当てたらいいってことですね。もう早速行きましょうか、ちょっと時間も時間なんで。そうですね、はい、あとはあの編集したやつを見てもらう感じで行きましょう。じゃあ行きます、一つ目上げさせてもらいます。さあ来い。でこれで証明するわけですね。オリジンはオリジンなんで、こっから、はい、で、来た、うん、来た、さあ来い、動いてる、ぶち破ってこい。うお、来た。おーほー、レアついてる。これは、その目は強いですよ。あ、そうなんですね。あー、その目は、はい。3ポイント、フォロー属性のカードを使うと、ダメージ、上乗せなんですよ。はい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 。なので、右下の、その尻尾ですね。はい。尻尾の14が、まあ、オリジンのプラス1と合わせて、常に18ダメージ与える。お、結構いいっすね。コスト1の18ダメージやったらなかなか。そうなんですよ、そうなんですよ。で、嵐とかやったらイライラつけたら15ダメージですもんね、ゼロコストで。そうです、そうです。じゃあもう行きましょう、パッと。さあ来い。せめてレジェンドもしくはミスティック欲しいですね。ミスティック、あー来たら熱いっすね。結構こういうガチャ運僕結構ない人なんでね。でも今回当てるぜ。エピックとか結構ついてるんじゃないですかこれ結構ついてますね。パンダですよ、パンダ。あー、いいですね。これを前衛にしたいんじゃないですかね、さっきのを。そうですね、それは右上のアーマーを使うとそのターン8なんですけど、その次のターン8ですよね。はい、そうですね。で、そのパンダの目はですね、はい、あのアビリティカードみたいなのを使えば使うほどですね、はい、パワーが回復していくんですね。はい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 。で、左下もパンダですねなんなら体もそれパンダじゃないですか、草のやつねえ、パンダだらけです。パンダですね、パンダ出てきましたね。はい、